はい、吉祥寺の花屋、花心のうさぎさです。本日はね、僕が普段装飾でやっているね、姿をね、動画に撮りましたので見ていただけたらと思います。で、そこの時に今回意識したのは、今はなき NFD の2級の試験の高く刺されたものっていうものがあるんですよ。あれ2級の中じゃ一番難しいと思うんですよね。僕はちなみに試験巻かれたものだったんですけど、あれよりもはるかに難しいと思います。で、そのなぜ難しいのかと言いますと、高く刺されたものって、こう、いわゆる下の方は細くて上の方が広がっているっていうイメージなんですよ。なのでこうやってちっちゃい穴みたいなところに狙って刺していくと、結構こうやってね V 字に広がっていっちゃうんですよ。こういう形で、でその高く刺されたもの、ここがふさーっといってちょっと丸みを帯びてて広がりがあって、ここは細くっていうところなんですけれども、ちょっとね作り方としてはここの下を意識するのではなく、この腹を意識してあげるのが大切なんです。なのでちょっとこうやって枝の自然の流れを使いながら、こう腹を当ててあげる。でちょっと下はねこうパラレルで組んであげるような、なのでこうどちらかというとこういう作り、はい。で僕はね最初に小手まりでこう全体的な流れを作ってあげながら、こう埋めるように雪柳を入れて、であとはひまわりとアルストロメリアをサク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 入れてあげるっていう形ですね。でその時に注意してあげたいのは、この上の広がりとここの細さのメリハリが大事になってきます。なのでこういう場合とかですと、こういう余計なグリーンとかは、取ってあげるように、蒸してあげるようにねしてあげると上手にできるかと思います。ちなみに僕が作ったやつはそこまでねこの腹とかは意識せず、もうねズドン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 っていうまっすぐのちょっとね太い感じになっちゃってるのでね、おそらく試験だったら落ちちゃうと思います。はい。であとねこう下の方がねちょっと寂しかったので、下の方にもねちょっと広がりを出してあげて、なのでここ下広がりがあって、真ん中のその線を見せてあげて、また上の方で広がりがあるっていうような形でね作ってあげました。はい。あのねぜひね、あのこれすごいデザイン的にもかっこいいので、装飾とかねあのやる方はぜひ参考にしていただけたらと思います。では動画の方どうぞ。はい、解説の方をしていきたいと思います。さすがにね、現場で刺しながら喋ると周りの方に迷惑になってしまいますので、別撮りで撮っております。はい、見ての通り、小手まりで全体のバランスを見て刺してあげて、で、小手まりってやっぱり同じ裂き方してないんで、やっぱり開いちゃうスペースが、穴が開いちゃうんですよ。そこを埋めてあげるように雪柳を刺してあげるって感じですね。でも、完全には埋めてしまわないようにして、いわゆる花を刺すスペースをちょっと開けてあげることが大切です。でアルストロメリア、今刺してるんですけど、やっぱりボリュームがねすごい出てきますのでね、いい感じにどんどん埋まっていきますね。本当にね今見るとね、もうちょっとねくびれがあると良かったですね。はい。で今僕立ったんですけれども、やっぱり背高い方もいらっしゃるので、上から見た時にも綺麗に見えるように、で本当にね打ち上げ花火みたいにね、上から見るか下から見るかっていうところでね、どっここから見ても綺麗に見えるように、刺してあげるといいですね。はい。そしてひまわりを持ちました。本当にねパッと開いて咲いたひまわりを見ていたいというところでね、はい、ちょっとね古すぎるネタなんですけれども、僕本当ね米津玄師さん大好きなので、そのね歌詞が勝手にね出てくるっていうね音楽と乗せて、ぜひね皆さんもね歌ってみていただければと思います。はい。ひまわりどんどん刺していきました。でこうやって刺す時に上から見た時に凹凸をつけるように、そうすると結構立体感が出ますのでね、前から見ても綺麗なようにちょっとねデコボコになるように、で上から見てもデコボコになるようにね、本当に立体感を意識して刺してあげるといいですね。はい。今枝物持ったんですけれども、はい、これ正直ねいらなかったかもしれないですね。もう十分綺麗だったので、まあでもねこれもね最初から刺そうと思ってたのでね、やっぱり手に取って刺したくなるのが人の差がというものではないでしょうか。はい。ね、ほぼほぼこれで完成かなと思いきや、なんと下の方のオアシスが丸見えでした。はい。なのでね、小手まりを持って下の方を隠そうということですね。で、今ちょっとね、低く刺して、で、次はちょっとね、高く刺すっていうね、このリズムを大事に僕はね、
意識して刺していきました。なので低く高く、次は低く刺しますよ、ほら低く、で次はまた高くっていう感じで交互に刺していきます。で、あ、今見ました、こう2本ついてるのを一気に刺して、ちょっとね角度をつけて、先ほどまでのリズムと同じようにね1回で刺すっていうね、さすがですね。はい、でその間のスペースに、なんだこれアルストロメリアを刺して、で、はい、小手まりがねなくなってね、最後雪柳で埋めてあげるというね、技に出ました。でこれを刺す時に、下の方は少しね、あ、完成なんですけれども、下の方は少しちっちゃく、上の方はボリュームを出して、いわゆる緊張感を、意識して刺してあげました。はい、完成です。パチパチ。はい、いかがでしたか。ちなみにね、ちゃんと NFD 習ってる人から見たら、あんなの高く刺されたものじゃねえよっていう声がね聞こえてきそうですけれども、あくまで高く刺されたもの風アレンジメントというところで、ご理解していただければと思っております。ちなみにね、僕高く刺されたものって1回しか練習したことないんですよ。なのでね、あんなもんだと思ってください。はい、この動画ね面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてねお花の情報をどんどん発信していきますので、気になるという方は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。